高橋祐希、高橋祐希、高橋祐希、1984年7月12日体は、埼玉県北葛飾郡吉川町、現、吉川市出身のオートバイレーサー。2004年の全日本ロードレース選手権、GP250 クラスチャンピオン。より、ロードレース世界選手権に参戦中。弟の高橋豪希もオートバイレーサーだった。 3歳の誕生日に祖父にポケバイをプレゼントされるが、エンジン音を怖がり乗ることはなかった。7歳でポケバイに乗り始め、8歳でポケバイレースデビュー。1996年には全日本ポケットバイク選手権最優秀選手賞を受賞、ミニバイクレースへ転校する。またこの年に、桶川塾へ入った。年には全日本ロードレース選手権 g p クラスに、 デビュー、第9戦都合で、初優勝を果たした。翌2001年は8戦中4勝を挙げ、中条秀行に次ぐランキング2位となった。またこの年のロードレース世界選手権、第13戦、パシフィック GP、モテギ 125cc クラスのレースに、ワイルドカード枠で参戦し、グランプリデビューを果たした。2002年より、i f a c t o r を母体とする、 ド道ミューレーシングに移籍し、GP250 クラスにステップアップ。第8戦間でクラス初優勝を遂げ、年間ランキング7位でルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。またこの年のパシフィック GP には、HRC から 250cc クラスにワイルドカード参戦し、3位表彰台に立つ活躍を見せた。この時の高橋の年齢は18歳と86日であり、 日本人ライダーとして、史上最年少の表彰台獲得記録となっている。翌2003年も GP250 に、継続3戦、第4戦鈴鹿で1勝を挙げ、年間ランキングでは5位に成績を伸ばした。世界選手権には、春の日本 GP と秋のパシフィック GP の2戦に、出場し、鈴鹿では、自身2度目となる3位表彰台に立った。そして、 GP250 クラス3年目となった2004年には6戦中4勝を上げ、青山周平を抑えて初のチャンピオンに輝いた。前年のチャンプ獲得により、高橋はホンダが若手選手育成のために創設したホンダレーシングスカラシップの第2期生に選ばれ、よりロードレース世界選手権 250cc クラスにフル参戦できることなった。 スカラシップの受け皿となったチームスコットより RS250RW を仮デビューを果たした。初年度のベストリザルトは、第12戦日本 GP での4位、年間ランキングでは11位となった。もう、同チームに残留、第5戦フランス GP でグランプリ初優勝を遂げた。その後第10戦ドイツ GP にも勝利し、2勝を挙げて、年間ランキング6位に成績を伸ばした。 しかしこの年の7月には、鈴鹿8体に向けての練習走行中の転倒で、左腕を骨折し一戦を欠場。最終戦バレンシア GP では、フリー走行での転倒で、大腿骨骨折の重傷を負うと、怪我に泣かされたシーズンでもあった。2年のスカラシップ期間を終え、フル参戦3年目を迎えたシーズンもチームに残留した。大体骨骨折の後遺症で、 リアブレーキのコントロールに苦しみ、第4戦中国 GP では、マシントラブルから転倒をして前年痛めた左腕を再び骨折してしまう、と、前年から続いて、怪我との戦いとなってしまった。結局この年は一度も表彰台に立つこともなく、ランキングは11位に終わった。チーム在籍4年目となったシーズン、高橋は勝利こそ挙げられなかったものの、 開催された16戦中15戦を、ポイント圏内で、完走、参戦で、表彰台に立ち、クラス自己ベストとなる年間ランキング5予録した。2008年より、チームスコットは最高峰、モートジッピークラスに、アンドレアドビツヨーゾーライダーに参戦を開始しており、2は、ホンダワークスに抜擢されたドビツヨーゾーの後任として、高橋が、オトウゴップクラスデビューを果たすことになった。 当初は高橋だけの一大体制だったが、第六戦、カタルニア GP より、ガボール・タルマクシが加入し二大体制となった。そして第八戦アメリカ GP を前に、チームは、資金難を、主な理由に、高橋との契約を打ち切ることを発表した。これにより、の荒垣敏幸以降続いていた、日本人ライダーの最高峰クラスへのレギュラー戦が、途絶えることになってしまった。 シーズンは 250cc クラス後継のもとにクラスへ、フランスのテック3チームから参戦した。第7戦、カタルニア GP では、アンドレア・ヤンノーネのペナルティに助けられた形ではあったものの、以来となるグランプリ3勝目を挙げた。しかしシーズンを通してみると旋回性に問題を、抱えたマシンに苦しんで海に沈んだり転倒を喫した、レースも多く、年間ランキングは12位に止まった。 は、前年に、チャンピオンのトニーエリアスを排出した、グレシーニレーシングに移籍、森脇のシャシーを買って、クラス2年目のシーズンを迎える。なおこの移籍に関しては、選択肢として、グレシーニだけではなく、元にでの最多シアシャーシとなるスーターの、メインチームであるマーク VDS レーシングからもオファー、されていたが、マーク VDS では、スコットレディングに次ぐセカンドライダー待遇になるのに、対して、 グレシーニは、ファーストライダータイグルである点に加え、日本パッケージで戦えるという点からグレシーニへの席を決めたという。第三戦ポルトガルでは、直前に弟の高橋豪輝を交通事故で亡くし、辛い精神状態の中3位に入りこの年の初、表彰台に上がるとともに、こう収むに表彰台を捧げた。翌第戦フランスでも2位に入り連続、表彰台となったが、 転倒によるリタイヤも多く、またサスペンションの変更等により、マシンとのマッチングにも苦戦し、年間ランキングは11位に終わった。は、グレシーにレーシングを離れ、フォワードレーシングへと移籍し、スーターシャーシのマシンを狩る。第7戦よりスーターから、FTR へとシャーシャ変更を行っている。年間を通して、セットアップに苦しみ、ようやく最終戦バレンシア GP にてポイントを。 獲得、年間ランキング30位となる。は、岡田忠幸を率いる井出光ホンダチームアジアよりエントリーする。ライダーチームシャーシ、森脇 MD600 サスペンション、昭和ブレーキ、日清タイトルポンサー、井出光石油など純国産パッケージでの参戦となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。